ニニャの呪い。鬼の犬がクロードの匂いを嗅ぎ当て、遠吠えを上げて主を呼んでいる。リオを殺めたかに見えたが、ただの思い違い。クロードを生け捕りにしろ。鬼は全て倒され、その宝はクロードの手に渡った。あの日から対馬は我ら血肉の古来より、人は人を家として生きること。主の猛虎兵を守るため見張りをしている。この巻物、何を書いたものだったか。闇ガラス。闇ガラス。イオの思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。戦支度をするクロードだったが、クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息を呑む。道の先から数えられぬほどの鬼がこちらに向かっている。奴らの狙いは一つ、クロードの首だ。クロードは捕虜を逃がした。闇ガラス。闇ガラス。捕虜の体は無事であったが、魂はとうに食われていた。捕虜の魂は救い損ねたが、イオの分身を打ち倒し、税を退けた。イオの声は
もう届かない。なれど、イオは破れたのかも。もしくは、すでに他の地へ狙いを定めたのだろうか。お話ししたい伝承はたくさんございます。